皆さんこんにちは。これはセールチェアです。このセールチェアのアジャスタブルアームとフルアジャスタブルアーム、どう違うのか、どちらを選ぶべきかという相談はかねてから非常に多いです。あまりにも多いので、今回はこの肘掛けについてだけで動画を撮ります。まずそれぞれの肘掛けの違いですが、アジャスタブルアームに対してフルアジャスタブルアームは肘掛けが前後左右斜めに動きます。さらにパッドが大きくなります。そのため腕を置いて作業が明らかにしやすくなります。肘掛けを一番狭めた状態でサイズを測ってみますと、フルアジャスタブルがだいたいここが38センチぐらいです。アジャスタブルアームがだいたい47、8センチですね。どう考えてもこちらの方が腕を置いて使いやすくなります。では必ずフルアジャスタブルアームを選べばいいかというと、そういうわけでもないかなと思ってるのが、アジャスタブルアームで腕を置いて普通に使えるんであれば別にこちらにする必要はないと思います。こっちでもこっちでも腕が置いて作業ができるんだったら、ここまでする必要もないんじゃないかなと、予算を追加してまでは必要ないんじゃないかなっていう考えができます。それでも当然こっちの方を選んどく方が使いやすくなるのは間違いありませんが、それが納期とか予算とのバランスでしょうね。そういうので選んでもらったらいいと思います。それからこうした椅子を使う際に、肘掛けを使わずに体ごとこうやって入れて使えますよっていう方ですね。こういう方は肘掛けはもうフルアジャスタブルにする必要がないと思います。使えませんから。グッと入れて使うんだっていう人はもうそれはそれでいいです。その場合はアジャスタブルの方がいいです。でもこのフルアジャスタブルアームはパッドがでかくなる分だけちょっとバランス的なものがありますね。上の方が重いですから、通常のやつもこうやってやれば動くんですけど、しょうがないです。こういうもんです。腕を置いてそこまでグラグラはしないと思うんですけど、アジャスタブルアームの方が腕を置いて安定はします。腕を置きっぱなしの状態で、こっちはこの状態でもちょっと動くのはもうしょうがないです。あとパッドが重くなる分だけ先端の高さが若干やっぱ揃いづらくなりますね。もうそういうものです。通常のアジャスタブルでもそれはあるんですけど、フルアジャスタブルアームの方がこの先端の高さが揃わないっていうのは顕著です。で、このそれぞれの肘掛けの誤解についてです。まず上下昇降はどちらともできますので、そして肘掛けの高さは両方ともだいたい一緒です。で、あとフルアジャスタブルアームについては肘掛けが下がるから、デスクまで近づくことがしやすいっていうふうに結構勘違いされてる方いますが、これ下がるんじゃなくて前に出るっていう考え方ですね。フルアジャスタブルアームの肘掛けを下げた状態でアジャスタブルアームの先端と近い感じになりますので、伸ばせるっていうふうに考えてください。あと肘掛けを重視しないという場合はもちろんアジャスタブルアームで十分です。オフィスで大量納品するときはもう基本こちらですかね。個人個人がここまでは求めないっていうことが多いですから。あとデザインの好みがありますね。こっちのアジャスタブルの方がスマートで見た目がかっこいいと思われるんだったらもうそれでいいと思います。こっちがでかくてやぼったいという印象は別に私もないんですけど、なんかよりスマートさが出るじゃないですか。以上のことを参考にしてください。では。